音部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期辞典二214部首では180番目に置かれる。その字型はことの口の中に一を含んだ会意文字あるいは指示文字である。変貌の意図としては音に関することを示す。音部はこのような意図を構成要素に持つ漢字を収める。音字は音を意味する。声字とほぼ同義であるが、 対照的に扱われる場合、音は、楽器の音、声は、人の発生期間から発せられる音を意味する。このため、説問開示に、宮や、角、印、羽や糸、竹、金、石、福部土、川、木が例として挙げられている。小なお現代中国語では、声を二字で、音の意味を表す。この古代中国語における区別は、 日本の漢字仕様において保存されている。また、音字は人間が発する言語音を表すことがあるが、死因を分類する場合に、牙音、絶音、心音、死音、高音という語音が使われる。また発音や鉛の意味に使われ、旗音というように地域名を関してその地域の発音を表すのは、日本漢字音において、漢音や合音といった呼び方にも残されている。 その他、音信や誉れといった意味もある。音字は、その一角目に地域によって差異がある。音字は、こと字のバリエーションなので、こと同様、後期時点は一角目を短い横角とし、中国の新字形、台湾の国字標準字体、香港の常用わざ字形表は一角目を点としている。日本の新字体では、こと字と共通しておらず、ことが短い横角であるのに対し、 音は短い縦角を採用している。表外漢字においては例えば闇などを見るとレイヤーザ字形欄には縦角のものが掲載されており、美行でデザイン差と位置づけられた別人型があることが示されているのみである。このため一般的な使用状況から言えば、表外漢字も縦角を用い、後期時点の横角にはあまり従っていないようである。音。 ありがとうございます。